演歌たちの新曲かっこいいじゃん。うんうん、前の曲も良かったけど今回の曲もすっごくいいよね。演奏にもいちかたちの思いが乗ってるね。聴いてるとなんだか元気になるよ。私も負けてられないな。ミックくん、昨日も遅くまで残って練習してたのに、夜もまた練習するつもり？あら、そうだったの？ミック努力家だね。ちょっとリン、みんなの前で言わなくていいから。え、なんで？だって私、めちゃくちゃ感動したもん。努力家のミックくん、すっごくかっこいいよ。あ、ありがとう。ふふ、さすがミクだね。だけど、あの子たちも総合努力家だよね。ええ、それに。まだ、自分たちの演奏に満足していないみたい。サビのところ、ちょっと安定しないな。うまく歌えるときは歌えるんだけど、まとまりが悪いのはわかる。音を減らすのも手の一つだけど、サビの爽快感がなくなるから何か違う解決策を考えたい。じゃあもうちょっと調整しなきゃだね。サビあたりのメロ少し変えた方がいいかな。そうだね、もう少し調整したいな。気持ちはわかるけど、そろそろ時間も時間だからまた明日にしよう。あ、そっか。じゃあ先帰ったらちょっとだけ時間もらえる？家で今の部分を調整したいんだけど、場合によっては詞も変えた方が良さそうだから一緒に話しながらやりたいんだ。うん、もちろん。じゃあ帰ったら連絡するね。二人とも無理はしないでよ。大丈夫だよ、千穂ちゃん。っていうか、私が作ったメロでうまく進んでないんだもん。次の練習前にもう少し詰めておきたいの。私も一緒にやる。千穂に見てもらってるだけなのも悪いし。そっか、わかった。じゃあそれでお願い。ほなみ、一応スケジュール確認してみてくれる？ほなみ？ほなちゃん？え？あ、ごめんなさい、ぼーっとしちゃって。どうかしたの？なんだか今日ずっと上の空だけど。もしかして悩み事？大丈夫だよ、なんでもないから。それならいいけど。うん、心配させちゃってごめんね。ねえ、しほちゃん、練習の後ちょっとだけ話せないかな？私？いいけど。それで、どうしたの？うん、この前、どこかに電話してたでしょ？あの時のしほちゃん、すごく悩んでるみたいだったから、気になっちゃって。あれか。知られたくないことだったらごめんね。でも、もししほちゃんが何か困ってて、私が力になれることだったら、一緒に考えたいなって。ありがとう。しほちゃん。今回は、新曲の方に集中してほしかったし、言いたくなかったんだけど、そのせいで練習に影響が出てるんだったら、ちゃんと言わないとね。うん、お願い。
いちかたちには黙っててほしいんだけど、実は今回のライブからチケットノルマがあるんだ。チケット？ライブハウスに出させてもらうバンドって本当は自分たちが出るライブのチケットを売ってライブに出させてもらうんだ。え？今までは店長とオーナーの行為で免除してもらってたんだけどね。でもそれも次でもう3回目になる。ライブハウスの経営も楽じゃないし、他のバンドはちゃんとこなしてることだから、そこはちゃんとしたいって思ったんだ。そうだったんだ。ごめんなさい、私全然知らなくて。別にほなみが謝ることじゃない、私が言ってなかっただけだし。でもチケットノルマがあるってことはもしかして。いえ大丈夫です。こちらこそご無理を言ってすみません。はい、また機会があれば。また断られた。しほちゃん、一人でチケットを売ろうとしてたの？うん、まあね。だからあの時困った顔をしてたんだ。ねえしほちゃん、それでチケットはどうなったの？まだ残ってる。やっぱり。でも大丈夫、ライブまでには売り切るから。でもねえしほちゃん、さっきいちかちゃんたちには内緒だって言ってたけど、みんなで手分けして売るのはダメなの？きっと手分けすれば一人でやるよりも楽に売れるんじゃないかな。それはできれば避けたい。まだ新曲も完全には仕上がってないでしょ。今日の様子だときっといちかたちも数日は調整にかかりきりだと思うから、チケットノルマをこなすってなったら今までみたいに練習に打ち込めなくなるかもしれない。そうすると今のペースじゃ新曲を仕上げられなくなる。だからみんなには新曲に集中してほしい。チケットは私が何とかするから。しほちゃん、でもそれじゃしほちゃんの負担が大きすぎるよ。スケジュールなら調整できると思うし、みんなが時間取れないなら私が一緒にやるよ。だからおなみも練習しなきゃいけないでしょ。私のことは気にしなくて大丈夫。大丈夫って。次は前よりもいいライブにしたいんだ。いちかとさきが作ってくれた2曲目もすごくいい曲だし、できるだけ完成度を上げて出したい。これはレオニードのために私がやりたいことだから、このままやらせてほしい。でもそれだとしほちゃんが。心配しなくていい、私に任せて。じゃあ今日はこれで。確かに私たちは新曲のためにしほちゃん以上に練習しなきゃいけないし、ライブまでスケジュールにも余裕はない。しほちゃんが言うように練習に集中した方がいいのかもしれない。でも本当にそれでいいのかな。